それでは村上さん、赤松さんお願いします。おはようございます。おはようございます。ハートランドの話を今日はがっつり真面目に話してもらおうかなと。は話をしてくれるんでしょいやいや、僕はナビゲーターです。うん、で脱線しかけたら、僕が修正する係です。という使命を大和さんにもらってますんで。はい。はい、<laughs> あの、ハートランドの話をしてもらいたいんですが。まあ、僕も一斉に入って、まあ、師匠の下で、まあ、完全弟子入りが去年。 1>, あってまあ1年横についてやってきてえ一斉に入ったってことね一星に入ったところで,はいはいでまあまあハートランドも一斉のも,ものもすべてですけど師匠のものづくりってはいまあ一言ですごいし変更なんですよ変更一言で言い過ぎやと思うんだけどいや紗尾もねルアーももうこれでめちゃめちゃいいですやんってなんで出さないんですかこれ欲しかったっすみたいなのがブワーって転がっててこれどうなんですかって聞いたら いやな,なんかどうでもええねんみたいなあ会社の中にね会社,中会社の中に、はいえー、僕の机も散乱してるんですけど、はい、そこにいろんなものが転がってるんですよルアーがまあ竿は竿で今までハートランドの端材のような状態でバーンと置いてあるんですよ、はい、それのことでねそうそうそう,そう、まあ家のがいっぱいあるのにはい、はい、でまあまあそんなこんなでただやっと1年やって分かりました、はい、その師匠の中でこれが違うこれがいいっていう でいいものはやっぱり後で触ったらこれめっちゃいいと、うん、でこれを触ってから、うん、それもう一つって言った後の触ったらああそこっていうのが、うん、やっとそこで分かったんですけど、うん、そういうのは1年僕が真横で体感してやっと分かった話、うん、で皆さんはもう出てきたハートランド触るしか僕もですけどないじゃないですか出てきた商品を触るしか製品をね製品を、はい、でハートランドって本、えー、ここにいらっしゃる方の まあ、半分ぐらいはかもしれないですけど割と僕も含めて中毒性がすごくあると中毒性中毒性、うんえー、他の竿とは全然違う、うん、ハートランドらしさがすごくあると思ってるんです、はいはい、ただこれが自分の手の感覚ではなんとなくわかってるけれどもなんとなくなんですよ何、はい、か知らないですけどいろんな竿を触って行き着いた先はおかっぱりはハートランドって、うん、今なってるんですよねこののね中毒性の部分、うん なんでハートランドはハートランドらしいのかっていうのを、えー、今日はちょっと聞いてみたいなとまずはまずはねまずはまず,、まあ、まずは、えーまあ、僕が考えるに分析するに、はい、頭の中でそれを分析するに一つは僕自身だけがやっているということと、うん、僕一人でやってるじゃないですか、はい、はいはい、はい、プロデュースを言うたら一、あのー、人のプロデューサーがプロデュースしているということで、はい、まずいろんなあれが入らない、えー、考え方が入らないうんそれと 他のサオをあまり、はいえー、触らない、はい、バスロードでねはい、はい、結果さ、えー、出来上がってから他のサオと比べることがあっても、はい、わこのサオとこのサオの間を作りたいなっていうのはないんですよ、うん、作りたいものがあったらその作り方を自分で考えて、はいえー、設計者とね考えるっていうのはこういうパターンでやったらどうなりますかとかいろいろ試行錯誤していただいて、えー、僕のサオの元となるものが出来てきますそして 例えばスティーズ、例えばブラックレーベル、例えば他社のロードと比べると違いがあるんですね。それは自分だけでやってるから、自分の理想の形になってるだけで、他のところはどうでもいいわけですよ。ただ、使うルアーはバスルアーじゃないですか。で、使うルアーがバスルアーで、一つに琵琶湖でもともとやってたんで、 えー、その琵琶湖の、うんえー、条件、はい、しかも浜から釣って遠いところでかけた気持ちよさが今までにすり込まれてるわけなんで、はい、もういろんな釣りがあります釣りの中でいろんな釣りがあって、はい、今はもっといろんな多様化されてたとしてもオカっぱりのバスフィッシングが、えー、多様化されてても、はい、僕の一つの中で 30m ーー向こうでかけるっていう、はいうん、ベートモデルと、うん、あとは。 えー、糸の重さを感じれるような、はい、スピニングもしくは、はい、最近はピーになったので今度は、はいえー、ピーの先の、えー、ルアー、ワームやね、はい、いろんなものが、えー、竿が曲がって、はい、ルアーが動いてのこのバランスね、はい、要は竿が曲が,った曲がるってことはルアーが動かないわけですよ、うん、当たり前ですよねこうなるんやから、はい、動かない。 動くんですよ引っっ張るとこうやってでもそのバランスなんですよ、うん、このバランスがシュッとキャストしたところ大体いい 25m 先で水深 3m 沈めます、はい、そこでトゥッて動かした時に竿おもおじぎしながらルアーが動くじゃあその調子はどんなんですかっていうのが自分の中で気持ちいいという、はい。 あのピンンポイントがあるんですね、うん、このピンポイントを柔らかい方に振ったり、うん、硬い方に振ったりするので、うん、この真ん中のピンポイントの部分が僕のあテイストっていう部分があるんで、うん、多分、えー、その竿になってると思うんですよね、うんほんで。当然 まあ、僕の釣りを見ながら皆さんがこう真似をしたりさらに進化をしたりするじゃないですか、はいはい、すると、えー、例えば琵琶湖で 30m 沖合い何がありますかブレイクがあります、はい、そこに魚が回遊します、はいねえー、それをあのすごくしつこくと言いますか、うんえー、執念をかけて、うん、それから執着心を持って、はいえー、さ通るであろうでかい魚を釣る人っていうのは当然それに長けてる、はいねで。その時に僕がとりあえずは えー、物理的にそれをしやすい差を使ったら、うん、その使い方をしてる人はすごく気持ちいいはずなんですよ同ウ,ウェイト、うんえート同ボリューム同じ太さのライン、はい、それは同じ太さになっていくんですよね。ここれれぐぐららいいののサイズをを、ねはいはい、ルアーを投げる時に こんな魚がかかってきたら大体どれぐらいのラインを使ってウエットを使ったらいいのかって大体このピンにはまってくるさを、ねはい、使っててもこの竿に14やったらちょっと怖いなとか、ね、20やったらきつすぎるなで16に落ち着くとかっていうのがありますよねなので、はい、まあまあ中毒性があると言いますか、うん、そういうことを考えて作ってる竿が例えばないとすれば、はい、当然 ハートランドの方に戻ってくるという独特だからってとこだからキャスティングディスタンスを 15m に設定したら竿はガラッと変わりますで最後取り込む時に浜にずり上げるタモでスく以外で例えばハンドランニングもしくは船の場合やったら最後に絞り込むじゃないですかああいう最後に絞り込めないでしょ岸ずいやったら浅い方や浅い方やるから最後に絞り込まれへん横にしか行かないってことは 竿がくていいんですよはいはいはい抜き上げるそれからずり上げる全部そうでしょまあプラスまあキャスティングできるっていうのがそれにプラスされますなのでまあそこの部分が多分ハートランドに戻ってくるんじゃないかなと思いますなるほどまあそこにイワさんの技術が入ってるわけですけど今日はねいろんなことあるじゃないですか HVF とかチューブラーパースリムとかそれはちょっとすっ飛ばして ESS はいはい。ESS の話をきっちり ESS ね。ESS。はい。これですよね。ESS。はい。はい、これ何なんですかこれが今僕が喋ったこと。はい、だから、おか<ー>っぱりで、琵琶湖、もしくはまあ、はい、例えば五三川行ったとしても、はい、えー、僕らの釣りって結局、 琵琶湖でやってるタックルでやりたいから、はい、沖を狙ったりするじゃないですか手前にもバスおるけどもそれ二の次にしながら、はい、もしくはこの釣りはこの釣りで釣っとくんだけど、はい、メインで一番最後気持ちよくしたいって言ったら沖の回遊を狙うじゃないですか、はい、そしたらその時の竿の調子、うん、ね、うん、その時の調子が、はい、えー、どう言ったらえかな、うん、あの気持ちいい調子っていうのは 投げるのも気持ちよくてリトリーブするときにキュッと巻いた時の竿のおじぎ感とかその、えー、どういった言うのかな竿のテイストという部分を台、うん、ワは、まあ、このシステムというかこの、うんえー、考え方で、えー、数値化したんですよ、うん、要は村上春彦データが台ワのパソコンに入ってるそうこれは僕のデータが入ってるというよりも、はいえー、各ロッドというものは、はいえー、こんな重りをつけた場合に、はい えー、サオがしなりますしなったところでどこが仕事してんのかっていうのが全部あるわけですよ仕事するいうのはこれぐにゃっと曲がったらどこが仕事してるか言ったらねここ仕事しなくなったのもう仕事してないのなくなっていくんですよ、ね、ここここなくなっちゃう、はい、ここが仕事してるはいはいはい、はい、で例えばこれ、えー、っともっと軽いウエイトにすると、はい、仕事する場所が変わるじゃないですか、はい、まあこういったことすべてを、うん、ええー この入力でどこが仕事するかを先にまあ数値化しとくと解析しとくと設計図が出来上がるんですって僕も詳しいこと知りませんってことはあのだいたい村上の好きなやつはこういう設計図の六四八のこの数字のやつは村上好きでね例えば波さんやったら三三二でとかあるはずなんですよこれいいねってこうねもう物まねやり続けないからねまだまだ待ってまた脱線するとかやったからやるんです。 まあ、そのあと並木さんの前で、これをやらはるんで、僕はどういうリアクションしたらいいのかっていうので、困らせられるんですよ。なんで喜んで張って、いじめが、え、どうかしら、僕は笑えなかったです。もうじ、じっとするしかない。だて、今日の、はい、あ、もう、もうやめましょう。あ、もう悪ノリしかないか。悪ノリしかない。今日の食事会、来るんだよね。ああ。その後、ずっと、ま、真似した。もうずっと、こう、俺、フレミングの法則は、左やのに、おっとったよね。もういいですね。いいのね。わかりました。はい、しゃべって。 ほんでね、今年のモデルの話をちょっとしたいなとまあ、なので、このさお、この ESS っていうのは、シール貼ってあります。このシール貼ってあるやつは、とあと気持ちいいさおなんだなと思ってもらったら、気持ちいいってんだろうって言ったら、言葉にかく乱がないやつなんですよ、魚釣りでは。で、ここでなんぼ、これが気持ちいいのかって思っても分かんないです。リールつけて、糸通して、ルアー結んで、投げて、巻いて。 当たりがあってかける、はいで、取り込む、ちょっとすぐ、はい、もしかしたら、えー、皆さんの中で、えー、経験したことあるかもしれないことは、はいはい、投げて、はい、あれ、なんか力入らへん、かく、うんンってなるとか投げたらズボンって入るとかなんか分かりにくいっていうはい、はい、リリースポイントが分かりにくいっていうのはう何かバランスが悪いわけですよ。はい、こののバランスが悪いのを 数値化したらバランスいい竿に変えてくれたらあこれ気持ちいいってなるでしょだから竿が硬すぎるこれもバランス悪いわけじゃないですかお酒が硬くてバットが柔らかかったらこんなになるじゃないですかはいそんな使いにくいに決まってるでしょまあそういうことそれがまあ微妙な差があるからいろんな竿でテイストが違ってその味を極めてるのはこのまあマートランド調子の方の ESS 思ってくださいいうことですかね うん、でまあ、今、あのー、の実際に糸を通してリールつけてルアーつけてっていう話あったじゃないですかそれを、まあ、新しいモデルで僕は師匠のタックルセッティングを聞きたいなと<う>思ってますあ新しいその3本じゃあねまず、うん、スピニングスピニングの、えー、これね 6102MLFS19 とだいぶ これハートランンドのど真ん中スピニグすよまだそっちの方が抽象的やけどははいいハートランドのど真ん中スピニング今までは師匠が作ってきはったサオンの何を見てはるんですかいやハートランドのど真ん中はん <laughs> やらまたふざけたくなってはるんですよ昨日からふざけたくてたまらないでや,やなだからあのー、師匠がもともと作ったあとハマスピ歴史をたどるとですよ、うん、ハマスピさえがけスピニング流論まあその先トリップ7があって それっぽい竿じゃないですか。ええー、この竿ね。ええー、六点、六点の M. L. 言うたら。とりあえず何え、何でも使える竿、何でも使える竿、シャット。それから、ライトキャロ、三点五グラムぐらいのライトキャロ。あ、七でも使いますよ。七グラムのライトキャロを使います。だ、はい、けども。さ僕は今、何グラム、何グラム言うのは。もうど真ん中です。そっからプラスマイナス。 えー、20%は気持ちいいとプラスマイナス30%から50%は使用可能と思ってもらったらそしたら 3.5g のキャロはははいはい、はい、ね、3.5g のライトテキサス、はいえー、7g ぐらいまでのミノ、はいね、で、えー、とあと何があるとかの鉄板 6ムの鉄板はね、使えるんだけどもう PE だっていうのが頭にあったりねこの竿でまずはモノフィラの、はいえー、ラインは何ポンドが一番気持ちいいか、はい、まあ、4ポンド、5ポンド3ポンドだと使う時に、うん、あ、私は3ポンドを使ってますこの竿は張りますだからドラッグを緩めましょうそして、えーとえー、ちょっと硬くて投げにくくなるので、はい、竿の振り,振りかぶりは大きくスイングをストロークをゆっくりしって投げましょうで、はい 2インチのワームまでで使使ええるる、うん、これは使えるなんすよだからさっき言ってたど真ん中から50%ちょっとずれた使い方、はいうん、だからじゃあ気持ちいいのは何なのかノーシンカーで言ったら、はいはい、ノーシンカーのワームが、うん、まあウエイトで考えたらね、うん、やっぱり 7g8g ぐらいまでのノーシンカーだったらすごく気持ちよく飛ぶと思うんですよ、はい、あとジグヘッドは16分の1のジグヘッドを 4インチワーム、うん、ぐらいが、まあ、気持ちいいんだっていう感じで、まあ、ただそれに、えー、使い方なんですけどそれはシェイクする釣りそれが投げてふわ、はい、ふわってするんだったらえお、ー、もりの上と関係なく総ウェイトが1 0ムぐらいまでのものを投げる、はい、するとだんだんこいつがやわらかく感じてくるんでどうするかというと、うん、今度はまたストロークを大きくして力をよけ入れる。 うん、軽いときはストロークを大きくして力あんまり入れない、はははいはい、はい軽くシュンと投げるのね、すると飛ぶんですよ、うん、だからその飛ばす話をしてますけど、今度はかける話になってくるんですけど、はい、P ラインのえー、とーまあな、えー、太さで言うたら、はい、06が、はい、ど真ん中、でもね、うんうん、だんだんちょっと05になってきてるなーっていうのは、えー、とね05にしたらまた飛ぶんですよ、ははい、はいまた飛ぶ。 で、04<で><度>にしたらまた飛ぶんです、うん、シャーン飛ぶんですよだけど04になるとかけてああ、切れたってなるんでそれが05あ大丈夫やけどなって言って思うんですよねだから06に収まって僕は今06って言うたん08でも全然 OK です08になるともう全然安心感が増すんでもっと落としたくなるのははいはい、はい、で、例えば僕、 なんかねまあ、赤松もそうですけど、はいうん、P ラインをちょっと使いたいって言ったら、台場が提供してくれます、うん、どこそこが提供してくれます、例えば僕やったら、レさんが提供してくれる場合もある、うんはいね、そんなところで、じゃあ皆さんはそれを購入するわけですよ、じゃ、はい、P ライン、一束、はい、一束というかね、ワンロールなんぼですかと、150メーター巻きが5000円するかもしれない。 それをまあゼロ4使ってるださい、めっちゃいいですよ言うてもブッチブチ切られてみあの赤松いう話になるでしょだからゼロ六の耐久性だとどうだろう、半年半年持ちますね琵琶湖で使う場合と例えば五山川それから霞ヶ浦それから割と濁りのある。 まあ、淀川はちょっと分からないですけど、ちょっと濁りのある河川とかでやる場合とは全然違います。うん、要はクリアレイクは、えー、水中に浮遊物、不純物がないので、えー、ラインが綺麗なまま巻いています。いつも荒ってんのと一緒。それが、うんえー、霞だとか、えー、例えば五、まあ、山川だとか、赤、はい、松が行くね。要はは濁ってるとところというのは 砂も混じる泥,泥っていうのは結局粘土質なんですよね細かい砂ですよね細かい微粒子要は細かいやすり2000番ぐらいのやすりで、はい、シャーコーシャーコーやってるようなもん、うん、だからすごく負担がかかるのと、はい、あのラインに、えー、そこにプラスアルファ光が当たります光が当たると当然ピスピニングリールあの上の方は光当たってますよねラインが、うん、上っていうのは表面がはい、はい、でだんだんその光が、えー、と当たることによって、うん まあ、いわするとまあ投げてる 10m20m はすごく痛むんですよ、はい、はいはい、はい、それでギリまあまあ耐えれる耐久性があるのが、えー、最近のラインの強度で、えー、0.650.65大体ね<で>師匠は何本寄りのやつ使ってますか、うん、そこなんですよ、はい、何本寄りのやつというよりも、はい、値段いくらの使ってますかなんですよ <laughs> 安い PE は、はい、あのーうん、大にしてやっぱ弱い ににししててよよこれは応にしてなんですよ使いやすいけど、はいあのー、弱いものと使いにくい要は安いやつで使いにくいけど強いものもあるあとは規格がしっかりしてない場合は、はいえー、例えば06って言ってても、はい、これ07。 ぐちょっとね、モノフィラに比べると太さのムラがあるような気が,す,、ね、があったりするんですよ。最近はそれが統一されたんですけど、はい、まあそういう部分があるんで、はいえー、まあ何本よりっていうのはね、まあ僕、あんまり一概に言えないというか、意識はしてないんですが、結果、高いやつになったら、12本より、8本よりってこうなるんですよ。 僕割と、とあと、のー、エメラルダスあたりを使ってのてはい、はいまあ、エメラルダス、モアザンあたりはいい、そう、でモアザンはメモリがないから嫌いなんですよ、僕、メモリがないから嫌いっていうのは、うんはい、投げた距離が見たいだけなん、別に当たりを取るためのメモリでもなんでもなくて、今、何メーター先で釣れたんやろ、なんか、ぴゅんと投げたらかるじゃないですか、うんうん、ほんなら何メーター切れたかもわかるじゃないですか。はい だからそういう目安の部分があってメモリを使っている。なるほど。ラインの話になったらまたそこからトークショーが始まるんでこの辺にちょっと飾しておいて。き今日は切っていただけます。そうそうそう僕は割とあの繊細な釣りをする時にこれを使うので、遠投する時にこれ使わない。はい。結果ちょっと遠投したいなと思って投げることがあるんだけど、割と近くでやるので、はい。2000番を使います。LT とか CT の2000番。はい。2000番を使います。はい。 なるほどじゃあ、釣り、ベイト、これ、僕的にはこれ琵琶湖の釣りを一歩離れると、なんでもろっと、これ、一本持ってたら安心な竿なんですけど、今回ね、これ、MH が出ました、MH。7フィート2インチの、これ、ツーピース、MH のツーピースが出ました。これね、うーん、何を喋ったりのじゃの何が聞きたいの 今高い方のモデルで 74mh があるじゃないですか 74mh があるどう違いますか 74mh の方がいいシンプルいやいいよいいけどじゃあ村上これはどの時に使うんだってこうなるじゃないですかこっちの方が多応しますなぜか僕らロケ行くでしょ荷物が多いんですよ車で行かない場合もある新幹線で行って向こうで荷物を受け取ってっての時に先に差を送ります その時ツーピースじゃないと長尺ロッドを送るとめちゃめちゃ高いんですよ、それとあとは取り扱ってくれない業者も多いです、はい、そしたら送ったはいいわ返せないとか、うん、返すにはなんか別のところ行ってもらわないと困るとかはい、はいね、コンビニでは受け付けてくれませんとかいろいろ起こるんですよ、うん、そしたらツーピースで絶対いるやんかというものを作った。うん、そこでですよ、うん も、えーえーえー、ともとのスタンダードモデルこの、ね、リーズナーブルなモデルっていうのは、はい、軽く作った方が皆さんに受けるだろうということで、うんえー、2018年モデルは軽く作った、はい、でも軽く作ったモデルは僕はちょっと好きじゃないぞって、はい、<laughs> なった <laughs> まあまあ悪い差はじゃないですでいやいやみんなは多分いいって言ってたもんみ、うんなすごく評価があったんだけど僕が使わないと どうせ村上さんあれ使わないんでしょって言われると売れないんだって <laughs> <laughs> 売れないんだって、はい、でただ僕はちょっとそこで嘆きがあるのは、はい、目利きはしようよそのために僕トークショーして喋ってるのにと思うのうん、うん、自分の好きなものを自分で決めようよと思うんだけど、はい、だから好きって思ってるんだけどなぜ村上は使わないんだってこうなのるの、はい、僕これめっちゃ気に入ってるのはこれじゃないですよ あの18年モデルね、はい、これいいと思ってるんだけどこれなんでだめなんですかって言われるの <laughs> めっちゃいいんですけどって言ったらいやめっちゃいいんだったらめっちゃいいじゃんってなるんだけどじゃあ、うん、こちらのこ、あのー、スタンダードモデルも、はい、僕が好きなテイストにしてみようとうするとどうなるかハイエンドモデルですごく気持ちいいねサオができてるものを、はい、えっとちょっといわゆるコストダウンをしたモデル、はい ってことは素材もちょっと重いんですよ。はい、すると重くなりがち。重くなりがち。ただ、その重くなりがちというのは比べるから重くなるだけで、はいはい、例えば 5g の違いって、ねうん、イメージ考えてね、5g の違い、10g の違いでいいですよ。うん、これともう一つの差があります、10g 違うとするでしょ、うんね。どんな違いか、パッと持ちます。はい、ここに 一円玉を十枚懐に抱えて持ってんのが十グラム。もしくは十グラムのクランクベードをここにちょっと引っ掛けて打ってる感じ。はい、これ本当は厳密に言うと違いますよ。なぜか言ったら、はい、あのー、重さがここに集中してる。違うんだけどその違いを、はい。 数字で見ると人間はうわこれ1 0ムも重たいやんけってこうなのうーん、えー、リールのスプールの1 0ム違うって言ったらそれも神の領域だけど竿の1 0ムってそんなにそんなにバランスが良かったら感じないものなのだ,、うんうん、だからじゃあバランスをちょっと追求しましょうって作ったのが、はい、この今年からのこの日本ですよね スタンダードモデルのこの日本ナですーだから自分が遠征行く時ほとんどこっち側を使うことになる当然じゃあヘビーアクションもいるよねちょっと長くしてみようかあ重たいなちょっと短くこれぐらいまだちょっと長くできるぞというようなモデルが出てくるんでじゃあハイエンドモデルが75だったらいわゆるスタンダードモデルは73とか72のヘビーアクション出せるじゃないですかほんで2ピースですよやばくない で、2ピースでその素材を抑えたとはいえこれ使った時に例えば74ずっと使っててそっちに持ち替えた時にああってならないんですよこれこれで別にこれがいいってなるいやいや僕ならなかったですなるもんならなかったですそうまあなるっていうかこれねやってる釣りが違いますいやちゃ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 多分ねその部分で「なるならない」は僕がそんなに研ぎ澄まして考えてないんだけど あ今日は軽さをが欲しいな思った時にそれを押すから、あ<ー>軽さあ全然違うわってなるだけで、はい、パッとすり替えた時に、とりあえずこれしかないものを使った時に、このロットで全然テイストを、ね、合わすことができるんですよね。うん、要は、一言で言うと、餌をできたっていう、うんうん、もうこれでいいやんっていう、はい、だから本当に高くて買えない、で僕のはその赤い竿っていうのは、はい、高いじゃないですか、はっきり言って。 でもやってってこの僕がねダイバーさん携わらせてもってるときにいろんなものを使わせてもうて結局最高のものを作れたらどこを落としたらいいかが分かるのでそれをさせてもうてます当然その当時その当時の最高のものっていうのはいいんですけどじゃあこの竿と74100点としますじゃあ74手がこれ何点か90点なこのこの10%の 点数を上げるるために倍のエネルギーがいるんですよだからこっちの方がコストパフォーマンス本当にいわゆる費用対効果が高いさおができてると思ってもらったらなるほどこれほんまに自慢のさになりましたよねうん僕からしたら昔のハテと白ハ颯の関係みたいでいいんですけどねじゃあ次村上さんはいよいよ75ほらね任したらもう時間あらへんやろ どっちにしても無くなるじゃないですか。<laughs> 昨日より <laughs> 昨日よりマシ、<な>昨日よりマシです。そう、だって一番喋らなあかった7号が1分で喋らなあかったんで、はい、さあ今から行くよ。1分 1> なはい。これはワンピースロードです。まあセンターカットツ、はい、ー2ピースではなくバットジョイントのツーピースはい。はい えー、ほんまに気持ちいい琵琶湖もしくは、えー、とキャスティングディスタンスが 30m 以上、はいえー、ラインは16ポンドを中心に14ポンド使いたいな、はい、20ポンド使いたいなぐらいのロードです、うん、で一番気持ちいいのは 20g もしくは 30g までぐらいのもので、はい、えと飛ばしたいというものが投げるのが気持ちいい。 リールはスティーズ A だったら、うん、えと深溝スプールで、えー、とあとはジリオン HLC を対応することが多いで、うん、えとフルスイングになった時にはジリオン HLC っていうのは、はいえー、36倍のスプールですね、うん、えともう一つの方のスティーズ A は34倍。そしたら回転数が高く、はいはい、回転数が上がっちゃう、はい、することすーいうことはベアリングの仕事が、あのー、大変になる。はい、すると 楽に投げて、えー、スプールもしくはベアリングの負担をかけることなく、うん、重たいものを遠くに飛ばすんなら HLC、はいえー、ちょっと軽いものも使いたいそれから打つ釣りもしたい要はレスポンスよく釣りもしたい、はいでえー、っとリール自体を軽くしたいその場合はスティーズを使うなるほどスティーズ SV にスティーズ A のスプールを入れると、はい、軽々の,ロッドができあーのリールができるでしょ それを持つと同じ竿であってもリールが重たいセッティングよりリールが軽いセッティングにするとベイトフィニッシュのようなものことができるようになるはい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 い。硬いんですよ硬いんだけど人間の手ってあの穂先に集中するとこれで全然あのすごい繊細な釣りもできますはい以上なるほど2分半やった聞きたかったこと全部言ってもらいましたリールセッティング聞きたかったんではい ありがとうございますあとはハートランドのブースそれからですね今日はですね1号館じゃないわ6号館号館の A のにまに一斉のブース構えてますのでそこでハートランドの話も何でも聞いてください質問して聞いたらその話で20分質問4つやったら西が80分ですよこ10個やったら200分です。 まずっと喋るまで喋ろうかなと <laughs> そうなんですか、うん、多分、はい、あの飽きたらやめます。わかりますということがあるので、はい、ああのここの、ねえー、ステージの上で話せなかったこと、うん、聞けなかったことはハートランドが並んでるあちらの,、ね、あのコーナー、うん、それから一星のブースでいろいろ話をしてみたいなと思います。